はい、どうもさん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファインペイン半額戻ってくるキャンペーン開催対象外店舗や注意点も解説ということで、今回は久しぶりのファインペインについてですね、この動画ではファインペインで開催されるキャンペーンについてお伝えします。以前中止となった半額キャンペーンの復活となるであろうキャンペーンですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えするキャンペーン、こちらですね。街のお店でファインペイ払いで半額戻ってくるキャンペーンということで、ちょっとこちらに関してはね、詳細のページを一緒に見ていきましょう。ということで、こちらが詳細のページなんですけども、今回のキャンペーン、大きく分けて2つございます。 まず一つ目はこちらの街のお店でファインペイ払いをすると半額戻ってくるキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンなんですけども、期間が2021年の4月の20日の火曜日ですね。今日動画をアップしているのが4月の19日月曜日ですので、明日から開始となります。で、5月3日までの、まあ、ちょっと短めなキャンペーンかなと思います。 で、このキャンペーンの新定上限なんですけども、期間中最大で1000円相当までとなっておりますので、なので単純計算で2000円分使ったら1000円の上限に到達するということになります。で、ここにもちょっと出てるんですけども、銀行口座またはファインマティーカード、クレジットカード登録が必要ですと出てますんで、ちょっとここはね、後ほど条件をお伝えします。 で、今回のこのキャンペーンの内容なんですけども、対象期間中にファミペイが使えるお店でファミペイ払いをすると、決済金額の半額相当をファミペイボーナスで申請されるということですね。で、ファミリーマート以外の支払い方法はこちらということで、ちょっとこれはね、後ほど画面をお伝えします。まあ、先ほどお伝えした銀行口座とクレジットカードのところなんですけども、それがこの参加条件というところなんですが、これ、あの、前回のキャンペーン参加されている方であれば、ある程度理解されている方も多いと思うんですが、こちら キャンペーンの期間終了時点2021年の5月の3日月曜日の23時59分で以下のいずれかを登録されている方ということになりますいずれかということですのでこれのどれかに該当する必要があります1つ目は銀行口座次はファイマティカードクレジットカードのファイマティカードですねあとは銀行口座とファイマティカードクレジットカードの両方 これのどれか一つを設定しておけば大丈夫です。僕の場合はこちらの銀行口座を登録して僕は設定をしております。ちなみに銀行口座、今どれがファインペインと連携できるのかなんですけども、こちらですね。au の自分銀行、関西未来銀行、埼玉リスナ銀行、西日本指定銀行、水穂銀行、SNBC 三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、リスナー銀行、そしてみんな大好きゆうちょ銀行ということですね。 ですけども、この au 自分銀行に関してはちょっと注意書きがありまして、こちらですね。au 自分銀行の新規登録、新規ご登録はできませんが、登録済み口座についてはキャンペーンの対象ですということですので、ここはちょっと注意が必要かなと思います。 で、あともう一つ、キャンペーンの期間終了時点で登録を解除されている方は、キャンペーンの対象外ですということですので、とりあえず、ファインペイと銀行口座を連携されても、一旦キャンペーン終わるまではそのままでいてくださいということになっております。まあ、ちょっとね、対応する銀行がちょっと限られているとこではあるんですけども、もし該当されるね、銀行口座を持っている方は、サクッと連携してみてください。で、今回のキャンペーン、ちょっと落とし穴というよりかは、ちょっとした注意点なんですけども、ここなんですよね。キャンペーン対象外の街のお店ということなんです なんですけども まず一つ目、ここ、ファミリーマートチェーン全店ということで、そうなんですよ。ファインペイのキャンペーンなのに、ファミリーマートは対象外ということで、まあ前回その半額のキャンペーンの時に、ファミリーマートが対象だったので、まあおそらくね、もうそれが終わったので、ファミリーマート自体は対象外になってるのかなというふうに思います。ちょっと詳細わかんないですけどもね。あともう一つ、ここもちょっと注意が必要かなと思うんですけども、ここのウェルシアですね。まあ僕が住んでる九州にはこのウェルシア薬局ないんですけども、このウェルシア薬局はなんとこのキャンペーンの対象外ということですので、ここも 注意が必要ですねあと他のところも、まあ、ここら辺はちょっと全然分かんないんですけども、ここら辺のドラッグストアとか薬局も対象外と、他にもネットで使えるお店だったりとか、その他、ファインペイがご利用いただけない街のお店ということで、これらのお店はキャンペーンの対象外となりますので、押さえておいてください。 で、気になる、今回の、ま、対象のお店、主な街のお店ということで、まあ、ここら辺にね、一応ラインナップが出ております。まあ、見たことあるお店であれば、サツドラとかサンドラッグ、あとは、ツルハドラッグ、オートバックス100万ボルトとか、ケーズ電気、コーナン、ヤマダ電気、ココイチ、コメダコーヒー。コメダコーヒーいいですね。あと、ベスト電気とか、まあ、そういったところは結構僕が知ってるかなと。まあ、今回はね、2000円が条件となるので、まあ、正直使えるお店は結構限られてくるとこではあるんですけども、まあ、僕的にはこのコメダコ 一応ですね、これ以外にも、とりあえず今回は、ファミペイが使えるお店っていうところがポイントとなっておりますので、それがね、ここの、その他の街のお店っていうところですね、クリックすると、ご覧のようなページが出てきます。ファミペイが使えるお店っていうことで、まあ、このね、いわゆるその、JCB が提供しているこのスマートコードっていうところが使えれば、まあ、ある程度のね、お店でファミペイが使えるということになっております。ま、ちょっと数が多いので、読み上げたりはしないんですけども、もしね、普段ご自身がよく使ってるお店であれば、 まあ、今回のね街のお店としてまあ対象ではあるので。 まあ、ぜひ、ファインペイ払い使ってみてもいいのかなというふうに思います。もうほとんどね、見たことないお店ばっかりなんですけども、僕的には。ちなみになんですけども、あの、スマートコードが今回使えるお店であれば対象ですということなんですけども、あの、ツイッター拝見してて、あの、アッシュさんという方がいらっしゃるんですが、その方のツイートで、このスマートコードが使えるお店であれば対象ですよっていうふうに問い合わせをしていただいてたみたいなんですよね。ということは、このスマートコードが使えるお店の中にですね、なんと、このローソンが含まれておるんですよ。まあ、今回は はファミリーマートが対象外ですということなんですけどもまあおそらくそのローソンもいけるんじゃないかなということで問い合わせをされてたみたいだったのでまあちょっとそちらのツイートはリンク貼っておくんですがもしねちょっと僕は試す勇気はないんですけどもローソンでファミペイ払いで試される方はちょっと面白いのかなという風に思いますもしね気になる方はファミペイ側に問い合わせて確認してみるのが一番ベストだと思いますそしてボーナスの新定義なんですけどもこちら2021年の6月25日金曜日に付与されるということですのでまあ 安定な忘れれた頃に付与されで続きまして2つ目のキャンペーンなんですけどもこのちょっとね右側に出てるところですねさらに期間中2000円以上のお支払いなら抽選で500名様にファインペイボーナス1万円相当 当たるということで、そうなんですよ。まあ、今回のね、この半額戻ってくるキャンペーンは結局2000円を使えば上限に到達すると、でそれに加えてなんとついでにこの抽選のキャンペーンに参加できるということですので、まあ、特にエントリーとかはなさそうなんですよね。とりあえず2000円以上使えば OK ですよということになっております。でキャンペーンの期間は先ほどの半額戻ってくるキャンペーンと同じです。明日から5月3日までと。で参加条件とかあと対象外町のお店とかもまあそこら辺も同じと。でボーナスの新定日 ここにも書いてるんですけども抽選でファミペイボーナス1万円相当にご当選された場合も6月25日金曜日に ご当選者様へ進展いたしますということですので、まあ、とりあえずボーナス付与日に当たってるかなってドキドキしながら待てば、もしかすると当たってる可能性もあると。ちなみに付与されたボーナスに関しては8月31日火曜日までとなっておりますので気をつけてください。で、抽選のキャンペーンに関しては1万円相当の抽選自体は1人、お一人様1回までとなっておりますんで、まあ、何回も何回も2000以上の決済をしても、とりあえず1回しかエントリーみたいなことができませんので、まあ、とりあえずね、まあ、2000決済したらそれで終了 といいいう風に捉えててただいても大丈夫ですなおかつ今回のキャンペーンに関してはファミペイボーナスを利用したファミペイバランのキャンペーンの対象になるということですので、まあ、結局これ何が言いたいかというと、まあ、前回の半額キャンペーンの時に付与されたボーナスがまだ残ってる方はそのタイミングで使えば、まあ、いわゆる一石二鳥みたいな感じにはなりますんで、まあ、無理にね現金を減らす必要というのはないのでこのタイミングで、まあ、ちょっと期間は限られてはいるんですけども、まあ、消費するのはありなのかなという風に思います ま、あとですね、このキャンペーン自体は、期間中にご利用いただいた対象店舗ごとのファミペイ払いの合計金額が対象になるということですので、まあ、とりあえず先ほどお伝えしたコメダコーヒーで、ま、1000円分の決済をして、あとは別の、まあ、ココイチとかのカレー屋さんとかで1000円分決済すると、まあ、それで合計金額が対象ということですので、1店舗でまとめて2000円使っても OK ですし、分けて別のお店で使い回ってもいいのかなというふうに思います。ま、ただおそらく僕自身はその方法でいこうかなという感じです。 で、一応ですね、ファミペイで決済する場合、まあ、普通ね、ファミリーマートで決済するときは、今ちょっとここ隠してるんですけども、ここの真ん中のバーコードを提示して決済するというだけでいいんですが、まあ、今回みたいな米田コーヒーとか、まあ、ココイチとかで、まあ、決済する場合は、このバーコードを見せても読み取ることができませんので、その場合は、ここ真ん中のところにですね、ファミリーマート以外で支払うというところを実際にタップしていただいて、 そうするとですね、こういったポップアップが出てきます。ここはね、スキップとか次へで大丈夫ですので、ここをタップします。そうすると、ご覧のように、ファミリーマート以外で支払うという画面に切り替わりまして、ここにバーコードと真ん中にですね、QR コードが出てくるので、これを提示していただければ、このファインペイで決済ができたということになりますんで、もしですね、ファミリーマート以外で決済するときは、こういった方法で決済してください。まあ僕はすでにね、まあ赤っ端を書いてますんで、まあ皆さんそういったことないように参加させてください。 さされる方はここを注意しした上で参加ててみてくださいちなみにこれは QR コードを表示するパターンなんですけどもこの右下の QR を読み取るっていうところをタップすると カメラが起動して QR コードを読み取ることもできますので、そういった方法も決済することができます。ちなみになんですけども、今回のね、ファインペイーボーナスなんですが、あの、僕前回ですね、半額のキャンペーンの時に参加した分がですね、2月の26日に付与されまして、まあ、2月の25日の半額キャンペーン、おそらくドラッグストアの分とファミリーマートの分ということで、まあ、それぞれ1000円分と500円分が付与されているということですね。おそらく僕と同じように残高が付与されている方は中にいらっしゃるのかなというふうに思います。 まあけどね、もう僕はもうこのキャンペーンを見越して、まあ4月30日まで開催されるんじゃないかなというふうに思って、まあこの残高を1500円分をしっかりと残しておきました。えということで本日お伝えしたことをまとめです。 まず、半額戻ってくるキャンペーンなんですけども、日程自体は4月の30日火曜日、明日からですね、スタートします。5月の3日月曜日までの約2週間ぐらいのキャンペーンですかね。で、付与される上限は1000円相当までということですので、まあ2000円以上使えば上限に到達すると。結構緩いですね、条件も。で、申請される日程なんですけども、2021年の6月25日金曜日頃に付与されるっていうことになります。次、2つ目は、500名様に抽選で1万円相当が当たるキャンペーンということなんですけども、 ファミペーンは条件自体は期間中合計2000以上ファンペイで利用することによって 500名様に1万円相当のファインペインボーナスがもらえるっていうキャンペーンとなっております。まあ、今回のこのキャンペーン自体はね、先ほどお伝えした半額戻ってくるキャンペーンのついでに参加できますんで、なんかこう別にエントリーしないといけないっていうものはございませんのでご安心してください。で、当選した場合に関しても、6月25日、半額戻ってくるキャンペーンで付与されるファインペインボーナスと同時に当たってたらボーナスが勝手に付与されてるっていう感じなので、ちょっとドキドキワクワクするかなっていうふうに思います。 で、先ほどお伝えしたように、このキャンペーン自体はファミリーマートは対象外ですし、 あとウェルシェア薬局とかも対象外ですのでそこは間違えないようにしてくださいあくまでもそれ以外のお店でなおかつファミペイで決済ができるっていうのが大前提となりますのでしっかりとそのお店をチェックした上で参加してみてくださいまあそんなこんなで間違えたまあそんなこんなで今回はファミペイで半額戻ってくるキャンペーンの復活しましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、今回このキャンペーンが復活したということでまあワクワクしてたところではあったんですけどもまあ若干ちょっとねキャンペーン上限がん っていう感じにはなると思うんですが、まあ、せっかくね、開催されるキャンペーンではありますので、僕もちょっとうまく使っていこうかなというふうに思っております。で、毎回思うのがね、このファインペイでもらったボーナスをどこでちょっと使おうかなっていうのが、また一つの悩みではあるとは思うので、まあ、おそらく僕の場合は、付与されたファインペインボーナスは、 まあ、アマゾンギフト券とか、まあ、そこら辺に買いようかなというふうに思ってるんですけども、ぜひですね、皆さんこのもらったファインペイーボーナスをどう使うか、まあ、こう使いますよとか、この方法が結構お得ですよっていうような意見があれば、コメント欄に書いていただければなと思います。今回お伝えしたね、キャンペーンのリンクに関しては下の概要欄に貼ってますんで、こちらも詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。